最近どんな英語を覚えたか、なんか思い出せるものあります？はい、なんかハローとかグッドモーニングとか。おお、挨拶だ。あと、うん、マイネームイズユーのマイスミチューとかね、うそういう感じで。素晴らしい自己紹介。なんか勉強しました、うん、やってるんだ、はい、やってます。8歳の長尾ゆのちゃんの英語力に関根麻里さんが感心したのはサンリオの英会話スクールの PR イベントです。イベントでは関根勤さんも加えた3人でアニメのアフレコに英語で挑戦しました。 Somebody help me! What should I do? Let's use that ladder. Leave it to me! 見事アフレコを成功させたゆのちゃんに勉強で工夫していることを聞くと、あのお仕事もお勉強も大好きになること、そして楽しむことですね。楽しいことってどんどんやるぞっていう気持ちになるんですよね、うん、じゃあ勉強も今楽しいですか？めっちゃ楽しいです。お仕事も楽しい？楽しい。いやもう素敵、かわいいね。かわいい、しっかりしてるね本当にね、うん、将来都知事に立候補してる